はい、こんにちは、リホです。今回は自由で買ったものをコーディネートしてご紹介していきたいと思います。これ本当にトレンチコートっていうのって、フレンチコートから持ってたよ。でもマジでね、本当にお気に入りなのよね。そう、ひらひらって足も太いとこ隠せるし、その内側にポケットあると思ったらなかったんかーい思ってだけ。でも結構入ったよ。でも可愛くてね、このひらが倍増して普段のコートとは違う一味を出してくれる。はい、続いてはお尻まで隠れる M サイズのジャケットになります。写真の色とはちょっと現物は違かったけど、現物の色の方がとても可愛いと思いました。閉じてる方がいいのかなと思ったけど、開けた方がちょっと可愛く見えるんじゃないかなって。グッジョブ、 OK だった、 OK、 グッジョブ。襟もしっかりしていましたね。何よりポケットから、はい、1つ2つ、大容量で結構入るよ。続いてはトップスになります。 S サイズでも結構ぴったりでした。普段は M サイズなんですけどね、お腹でキュッて結んで。普段 M サイズの人は S サイズでもいいと思います。で、これをセットで着れるパンツになります。これもポケットついてた。で、何よりなんかベルトのとこが超可愛いんだよね。ここでお腹のサイズを調節できました、できましたで、そう、イエーイって感じで。次はさっきのトップスにフレアパンツもあったよっていう動画。次は写真よりかは本当にキュッてウエストが細く見えるタイプのトップスになります。これも S サイズを買いました。本当にスタイルよく見せてくれる抜群のトップスだと思います。はい、手がうるさい。こっから手がうるさいモードあります。もうこのフリルが可愛いんだよ。下に着ているキャミソールを紹介します。本当は白が黒がいいなと思ったんですけど、結構柄がちょっとブラジャー下着と一緒かなっていうのがあって、オレンジにいたしました。とても可愛いです。で、こちらがタンクトップの M サイズになります。ちゃんとね、カップもブラ付きとかカップ付きでとてもいいと思ったんだよね。こんな感じです。少しでも参考になったら嬉しいです。それではじゃあのー、バイバイ。